僕での装備がこんな感じ。天空黄金竜、冠羽衣、鎧下、天空鎧下とはぐめた盾にスパスタ秘跡フレザード、体勢もバッチシ。あ、いいんじゃね、かき氷出してくれてる。お、いいね。まあフルーツじゃなくても今回はいいでしょう、うん、いいね。うん、いいね。こうかチェック、ちょっと待ってチェック、うん、あ、いいんじゃない、全身ロトで全部錬金してるわ、うん、いいね。なんかバトマスの秘跡死んでるけど一人、うん、まあ、そりゃしょうがないわ。いいな。スキルもちゃんと入ってるから大丈夫でしょバートマスの奇跡死んでるけどお前グラディエーターじゃねえかなぜバートマス。さあ魔王級攻略、よし挨拶しなきゃね、野良さんだからね。いや、どうなんだろう、どこだろう。いや、実際このゾーマ自体は本当さ、あれじゃん、本当、うん、結構最初の頃、転生がない頃だから、いけね、今となったら二次転生プラスなんかいろいろ錬金とかも来て、うんうんうん、あ、嵐の気配いいね。これ負けたら恥だと思わなきゃね。おお、おう、ナイス神。あ、呪文耐性いきなり消されてあるあるだね、ある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 だね。こいつ一番使ってくるから呪文耐性2段階上がる。これ速攻シールド、速攻シールド、うん、これ闇の衣取れるまではある。あ、そっか、うん、おう耐久ね、とりあえずルビス様が来るまであるでしょ。あ、呪文無効盾でもよかったね。どうぞどうぞ。ちょ、ゲームエイト書いてなかったぞ、それロト盾しか書いてなかったぞ。チャジプライ、あれこれ闇の声も消えないの、シナリオと違うんだ。あれかな、ダメージの何ぼとかそういうのかな、それがもうずっとこのまんまか、このまま説あるな、なんか。あ、うっちゃい呪文耐性と、なんだっけ、あれしか上がってないもん、うん、HP リリーとか繋げてこう、繋げてこう、いろいろ、うん、あー、ギガソーの前、後にしようかな、うん、リース。そうそう、本当は、あれが欲しいんだよね、ルビスの冠、カブトが、うん、あー、下がんないか。あ、これめっちゃかっこいいよね、ほんと。うん、よかった、戦いの歌用意する、はいよ。あ、違った、剣だからないんだ。あ、メラガイア、飛んでくる。俺に飛んできたら神だね。あ、いいザワ、大丈夫、耐性。ここでチャージクラッシュしていく。一旦ホイミかけて、ハド、いや、もう遅いねうわ、やっぱり30ぐらい回復力持ってる一気、これどれぐらい立てなし、120、100ぐらいいっちゃうか。俺60しか食らわんかった。やばない、勝たないそれ。硬いね。星は伊達じゃないよ。まだまだかけるわ。オッケー。アクブレちょっと温存。アクブレ温存。あ、滅びの光だ。ここで一気に押せって書いてあったよ。うん。これって変形、ゾーマは変形ないよね。ないの。ってことはあれか、ラスゲがなんか危ないって言ってるから、ラスゲ入る前はガードして、あの防御継続のこのなっちゃんにやってもらわなきゃいけないわけだ。スパイス上がらんか、魔剣乱舞ダメだよ、無効だよ。やべ、持ってきたこれ電球の羽根効くんかな、やってみようかな。やめとこうか、一緒にないか。なんかね、これずっとついてそう、最初からあるもんね、これ。
どうしようかな、オンステージ。マヒアドが来るから防御入れてからオンステージ。だね、オッケー。ガード。40よ、楽勝。はい、向こうオンステ、えよし、行くぞお前ら、行くぞ、よし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 よおお、いいダメージ。え、また出たわ。一攻撃力上がったから電球の波動で消すね。ちょっと怖いね。この輝く息は怖いね。うん、これで消すわ。ちょっと消えた、呪文威力と両方消せたから、うん、これでいい。これゲージと輝く息が合体しちゃいそう。怖い。一旦我慢。うわあ、危ねえ。何してんの。はーし、今度に。今の波動なかったら結構きつかったんじゃない、うん、普通に。やばかった、ね。で、ハッスル一回入れて。で。オッケー、ガイヤグラディエーターのデフォマラって6くらいしかある、うん、どんぐらいが動くんだこれ。 60? 僕やっぱりファッションダンスより回復しねえもん。ほら、多分90いく。ほんと気持ちだね、気持ち。メゴミの光使って蝕まれる。ポエミ用意しとく。攻める、うん、手つく波動はあんまりない。マヒャド、マヒャド、ここだよね、このゲージ割り気をつけなきゃいけないやつだね、うん、ここリバースエンドに行動ダメージ入るからポイント。マケンダウン死んでる。ほんまマケンダウンだってさ。早かったかな。おいい、これギガソードいるかも。ちょっと待ってよ、道具で回復さしといて、うんうんうん、今もうハッスルも両方生きねえから。これはベル、あ、メガガイアガイアじゃん。あれさっきのやつはサイトとちょっと違うぞ。ここでさ、うん、あの500かなんかっていう、あれさ、もう一個強い方じゃない。強い方のゾーマ、うん、なんかロト決戦みたいなやつの三連戦みたいななかった。ある、 あれじゃない、うん、あっちのね。何じゃ勝った。でも全然ダメージ取んねんじゃん。ラスゲ勝て。アークブレイド行った方がいい。170しか返した、うん、星の滅亡。これがまずいんだ。これがやばいやつ。あ、そういうことね。ラストゲージ入ったらこれが現れるってことか、うん、星の滅亡。黄金竜だったらブレス攻撃だからあれでしょ、防御力関係ない。うんうんうん。あ、でもポイミかけた方がいい。スポーツ、レンちゃん関係ねえ。全然出た。関係ねえ。このいいね、このガブト。あ、けどノーデス、ノーデスがちょっと今のはしょうがないよ、ね、ノーデスが。待って、音声時間、モンステからのボス、うん、全員一気に戻るしかない。おっしゃ、合わせるぜ。滅
怖いぜ。おわ、強えな。黄金竜間に合うか。行ったね。行った行った。言うほど強くなる。うん。全然、ゾーマーいけんね。うん、これで800ジェムいただきます。スキンフィニッシュと初期ボーナス、初回クリアボーナスか。うん、あ、盾もらえんじゃねこれ。もらえると、あ、パーフェクトじゃないでもある。あ、どうだっけ。あ、もらえた、もらえた、大魔王の盾、普通にクリア報酬入ってきた。世界樹の雫も1本出て、うん、クリア報酬出て、1500ジェムと大魔王の盾、大魔王ガード、まあ見た目装備。あ、けどこれ氷ブレスダメージ 15% がついてんだね。うん、絶対絶望に打ち勝ちし証し。よしよしよし、言うほどじゃなかった、うん、これやったら普通に弓でもよかった。もっぺん行こう。行くノーちょ、ノーデスと、うん、ノーデスと爪も終わらしたくない。爪をだからどうするか、コルフィン役として使うんだったら俺弓で行く。あ、それじゃあそれ、そうし、そのパターンで行こうぜ。俺爪でゴルフィンのやつで行く、うんうんうん、で弓にすれば今度はなんだ、戦いの歌も入るか。ね、おー、黄金爪でウォルフィン新鉄バイシオンと闘魂。よし、ベホマラを取り直さないと。